どうも皆さんこんにちは、クラウドです。というわけで今回はマリオカート7オンラインチャレンジをの練習枠をやっていこうと思います。化け物に当たったらまあ終了ではないけど、まあ練習失敗、練習失敗もおかしいな、まあ失敗ということで、はい、やっていきます。いやまあただ単にあのそういうタイトルだけをつけて、ただね、普通に高齢と部屋のマリオカート7の部屋を見に行くというだけの話です。はい、今日のタイトル回収は終わりです。土曜に、毎週上げてる、セブンのコレート部屋を見に行こうのコーナーをちょっと動画撮れてなかったので、今日撮ろうかなと思いまして、はい、ちょっといろいろやってたことがあったんでね、それプラス、まあ、風がまだ微妙だったんでね、ようやくね、まあ、喉の調子は良くなった気がする。まあ、鼻声なのはもう、僕はもうずっとなんでね、アレルギー性鼻炎なんで、多分だけど、そもそもずっと鼻が詰まってるから、その代わりに花粉症にならないっていうメリットもあるかもしれないけど、まあ、デメリットしかないんですけど、はい、まあ、鼻が詰まってるのは辛いですね、ということで。まあ、僕も多分、普通の状態に戻ったんじゃないかな。普通なのかようわからんけどね、そこら辺は。ようやく、調子が戻ってきたかなと思うんで、はい、オンラインチャレンジ失敗ですかね。まあちょっと、ね、そろそろ7じゃなくて8デラックスもやっていかないとなと思いましてね、また個人杯をもうすぐ開かれるということで、それに向けてやっていこうかなというのもありますし、なんと来週にオンラインチャレンジ本番があるということでね、それもやっていかないといけないなと思いまして、はい。まあ相変わらず動画投稿は7ばっかりですけど、はい、まあ、ちょっと8デラックスの動画もね撮ろうかなと思ってるんですよね。そう、なんだっけ、重さが変わったんですよね、アップデートで。切り捨てがなくなってそのままになって、メタルマリオがちょっと強くなった説みたいなの結構出てるんでね、まあだからカスタム重さ気にする必要がなくなったんだよね、カスタムに。だからまあいろんなね、あ、びっくりしたわ。いきなりね、赤コーラとかサンダーとかオンラインチャレンジ失敗です。ありがとうございました。でも、もう僕はこの部屋で走っていきますんで、はい、もう知らないんで、まあ。これが現実なんでね。でもさ、よく思ったらだけどさ、まあ、8デラックスってやべえな。この人で、やばいもん見ちゃったな。今日も京都でマリオカート7のオンラインがゴミかすですけど、まあね、やっぱね、戦場カメラマンとしては見に行かないといけないんで、はい、まあ、本来の姿を皆さんにお届けできればなと思いますよ。本当にスター引いたら絶対妨害するよ、この人やめてよ。ストーカーよ。誰でもいいから狙うみたいな、そんな。やべえ、これの解説やめよう。俺が喋りたいことをまず喋るわ。なんだっけ、オンラインチャレンジがあって、もう何の話してたか、お前もか。まあ、ね、二人とも同罪よ、これ。ね、何もしなければいいこと。まあ、我慢しないといけないんだよね、人間。まあ、我慢しすぎると爆発すると思うんですけどね。まあ、こんな話はいいか。ブレるなぁ。こんな感染見てたらね。で、8デラックス、あ、動画投稿か。で、重さの話してたんか。まあ、そういうわけで、もしかしたらね、まあ、8デラックス、ちょっとまあ、そもそも8デラックスやっときたいんでね。この1週間ちょっとね、8デラックス頑張ろうかなって思ってるんで、はい、ちょっと、まあ、考えてみますと。で、オンラインチャレンジの練習枠の話なんだけど、僕は、まあ別にやる気なかったんだけど、ちょっとやってみようって思ったら、まあ全レースやってみようみたいな感じになって、24レースで280点でしたね。まあ普通くらいですね。なんか、多分300くらいがボーダーになるんじゃない？もうちょいか。320とか、上振れでも320とかだと思うんだけどね。今回の練習枠、後半になるにつれて部屋の人数が少なすぎたんですよね。俺ちょっと10分くらい遅れてやったんだけど、後半、なんか最低4人部屋に当たったっていうね。
そういう部屋に当たるからこれ大丈夫かなって思ってね、うん、多分あの4時間も起きたのはそれはねいろんな時間帯の人たちいるからさしょうがないと思うんだけど、うん、まあそこに文句は言えんよね、うん、分からん、まあ運営が考えたことだからね。ただ2時間まあ1時間40分くらいで終わるからね、うん、どうなんだろうなって。多分マジでそのね4人の中に入りたいんだったらあの2回やるのが一番最適解だと思うね、うん、2つアカウント設けて。このレース長すぎだろ。うん、っていう感じに思っちゃったね。うん、まあ、部屋運ももちろん実力も必要だけど、結構部屋運と時間帯によるよね。うん、まあ、人が少なくなるのをね、見込んで、後半、まあ、後半2時間あたりにやるのか、それともそれ読みでね最初からやるみたいなね、うん、まあ、そういう駆け引きあると思うから、まあ本当に2アカウントあったら有利だなっていうのは思いましたね。というわけでやっとレースができるようですけど、レースっぽいレースではありませんかもしれん。てかみんななんかプレイヤーのミーじゃなかった、気のせい、キノピオサーキットで、ああ、まあここなら短いからいいか。そんな感じのオンラインチャレンジの話だったかな。最高340って人がいたんだっけな、確かね。うん、あれ俺大丈夫？音入ってるよね。なんか今ブチって聞こえたけど、大丈夫かな？大丈夫だと信じたい。あ、なんか、大丈夫か。音量めっちゃ小さくなったら、すいません。まあいいか。このゲームも何も聞きたくないでしょ。このゲームを求めてる人が 何を求めてるか分かんないんでね、はい。僕の実況じゃなくて、みんなマリオカート7が好きなんでね、僕も実況してないですけどね、はい。何をしてるかよく分かりません。どういうゲームをしてるか、ちょっとよく分からない状況ですけどね、はい。あ、今当たんないか。さすがに浅かったら、ちょっと角度が入っちゃってたのがダメだったね。あ、てかマイク通すみたい、やべえ。これ俺は狙われないんだ。よかったよかった。あ、でもチーターもいなくなったね。あ、やべ、ミスった。ひどい。こんなんでオンラインチャレンジ勝てないな。あれ、あんま来ないな。当たんないな。まあこの部屋あとはおさらばして、次のオンラインチャレンジしていくか。まあこのゲーム本当に、毎日がオンラインチャレンジだからな。まともな部屋に当たるのがないからな。あ、トゲが見えたね。トゲ前にゴールできるかな。あ、ミスった。あ、なんか二人ともミスっちゃったな。うん、ゴミみたいな走りだったな。まあ別にセブンはいいんですよ、8デラックスやろ。で、風の話をして、まあ、まあ、やっと治ったって話をして、まあ、8デラックスやってなかった理由がまだあって、モンハン、ね、ハンター生活を送ってたわけで、怪異調査がやっとレベル100になって終えて、まあ、あとは、ちょっとね、うん、怪異連戦の厳選みたいな感じだけど、やっぱ、スロット増やして攻撃とか、まあ、火力漏れるような、ね、スキルがつくっていうのはなかなか厳しいからね。まあちょっとずつ遊んでいこうかなって感じかな、これからは。まあまたアップデが来たらがっつりやろうみたいな感じで。あ、もう一個の部屋ですね、うん、っていう感じでね、やっていこうかなと思いますわ。なんだかんだね、ハンターランク、じゃあマスターランク200くらいまでいったね。結構やってましたね。いや、まあやっぱ楽しいっちゃ楽しいんでね、はい、これからも暇な時はやろうかなと思いますわ。で、もう一つね、シャドバのね、2ピックの方をね、ちょっとね、毎朝、ね、目覚ましにやってるって感じでやってたらね、案外5勝できて、あと、これならちょっとチャレマス狙ってみよっかなって感じで、ちょっと狙ってたんですよね、こっそりね。で、ようやく終えたということでね、うん、狙おうと思ってからちょっと苦戦したっていうね、あるあるだと思うけど、ちょっと結構苦戦してようやくたどり着いたということで、チャレマス僕は初めてですね、シャドウまでやるのは、
アンリミも初だったし、チャレマスも初でしたね。ローテは1回だけグラマスっていうね。そんな、ようわからん、むちゃくちゃですけど、まあまあ、2ピックの方が僕は好きなんでね、何が起こるかわからんちゃわからんでね、ローテとかアンリミはもう、ある程度決まった、何デッキになっちゃうからね。うん、まあ、シャドバもシャドバで楽しめたということで、そう、もうようやく僕が今、現状やりたいなっていう思うことはね、8デラックスしかなくなったのでね、8デラックス、ちょっとこの1週間頑張ろうかなと思いますわ。はい、まあ、別に生放送とかする気はないですけど、うん、裏でこっそり、まあ、TA やった方が良さそうだね。まあ見るからに前ゲーなんで、その絡まれたら終わりなんで、ね、ほぼね、うん、っていう感じだっていう印象だったんで、うん、まあもうちょい前で走れるのと安定した走りができるように頑張ろうかなと思います。はい、まあ、そんな感じですがね。はい、さあ、なかなかいい感じに、これ1位取りたいね。1位取っていい感じに終わろう。まあ、裏の人が赤コーラ引かないことを祈って、僕はなかなか岬があんま得意じゃないですけど、ここは普通に総力出ます。総力出ますんでね、あんまりやりたくないんですけど、赤コーラが見えた。ちょっとこれは安牌取ります。安牌取ってね、赤消えたかもしんないね、今ので消えてるね。うーん、まあそこで投げられる。うーん、これはリカバリーで使うしかないな。消せるような場所がない。ってなると次のトゲが来たら負けなんですが、来ないことを祈りましょうと。うん、これはどの道赤潰されちゃうんで、最速ルート行きましょう。最速ルート括弧最速で走れるとは言ってないですが、うん、最速ではないですね。これはね、まあ負けなんですよね。あんまりあれだ、走力なかったから。これね、いい感じに投げられたら辛かったんだけど、ちょっと早かったね、赤投げられるのが。なので助かったというわけでしたと。というわけで、まあなんか言おうかなけど、勝ったっていう2試合でした。オンラインチャレンジは、僕の見た目では成功だったけど、裏はごちゃごちゃしているので、失敗ということでしょうかね。はい。ちょっと、まあこれ練習枠なんでね、はい。まあ本番もちょっとね、本番はちゃんとちょっと夜にしようかな。どっかのタイミングでやろうと思うんで、はい。皆さんも、毎日マリオカート7はオンラインチャレンジしてるんでね、あ、まあ、変なやつと当たったら負けだと思っておいてください。いや、そういう冷やしか当たりません。はい、さようなら。